竹内小作から1922年5月3日は、日本の陸軍軍人。最終階級は、陸軍中将。高知城下で生まれ、1871年、御新兵として上京し、1875年陸軍将尉、任官、西南戦争に出征。不評少佐であった1892年11月、陸軍省軍務局、第二軍事課長に就任。 1894年9月、第一軍兵炭参謀長に発令され、日清戦争に出生。1895年3月18日、不評大佐に昇進し軍務局第一軍事課長となる。1896年11月から1898年3月まで、東宮部官を務め、同月、不評第34連隊長に着任。1900年4月25日、 陸軍少将に進級し、不評第十二旅団長となる。1903年4月、台湾守備根性第一旅団長に就任したが、同年7月に休職。1904年6月、神戸不評第四旅団長として復帰し日露戦争に、出生。第三軍令下として、旅順後為戦で武功を挙げた。その後、両党守備軍に編入された。1905年3月、 不評、第25旅団長に転じ、同年10月に休職。1906年1月、退名となり、1907年2月28日、陸軍中将へ昇進と同時に、予備役編入となった。1909年4月1日に、交尾役となる。1914年4月1日に退役し、静岡で陰徳生活をする。1922年5月、 結核が発病し、再起不能に至り自ら受血して果てた。ありがとうございます。